おはようございます、こんにちは、こんばんは、次郎です。今回は阿蘇山噴火です。阿蘇山では20日午前11時43分噴火が発生し、この噴火に伴い火砕流が火口から1キロ以上のところまで達したということです。気象庁は午前11時48分阿蘇山の噴火警戒レベルを火口周辺への立ち入り規制が必要な火口周辺規制の2から山への立ち入り規制が必要な入山規制の3に引き上げました。阿蘇山の噴火時のライブカメラの映像です。実時間で再生しています。映像だけで噴火時の音はありません。阿蘇山では6日前にも小規模な噴火があり、活発な活動が続いていました。専門家はマグマが上昇している場合、火山活動が長引く可能性もあると指摘、地殻変動の状況を注視する必要があるそうです。平成28年10月にも爆発的な噴火が発生していた阿蘇山、直近では今月14日早朝に昨年6月以来となる噴火がありました。その後火山ガスの放出量が比較的多い状態が続き、気象庁が注意を呼びかけていて発生した噴火です。この日の噴火について東京大地震研究所の大湊隆夫教授、火山地震学は詳しいデータがないので何とも言えないが、火砕流が発生していることからそれなりの規模だったと言えると解説されています。噴火は午後2時過ぎに一旦止まり、大湊氏は激しい噴火の場合は途切れなく勢いが増していくことが多いとし、状況が急激に悪化する可能性は低くなったとの認識を示しています。まずは一安心です。一方でマグマが地表近くに上昇してきているのであれば、今後も活動の規模が拡大し長期化する可能性があると指摘、周辺の GPS のデータなどから地殻変動の様子を見極めることが重要だそうです。日本列島では今年に入り震度5弱以上の地震が7回発生しています。震度5強以上の地震は4回です。2020年に発生した5弱以上の地震は8回ですが、震度5強の地震は1回だけでした。最近比較的大きな地震が発生しているのが気になるところです。地震活発期の日本、これ以上大きな災害が発生しないことを願うばかりです。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。雑多な動画を配信していますが、もしよければチャンネル登録してやってください。